130人ぐらいはいると思うんですよね。だいたいこの関西で収録すると一番後ろ、もしくは後ろから2番目を引くっていうのが常なので、たまにはそのジンクス破りたいな。こちらの方は1回教えていただいて、はい、130人ぐらいだったら137番これです。これがジンクス。ジャンバリをご覧の皆さん、こんにちは。サイクル情報のひょうです。ライタX、今回はマルハン加古川店で私、ひょうが実践を行いたいと思います。西日本でライタX やるの初めてなんですよ。でも東京、関東の方ではまあまあ 4,5 回やってそこそこの勝率なんですけど、西はね、まあ、抽選のその相性が悪いと、まあ、ジャンバリさんでいろんな番組出てますけど、だいたい後ろの方の番号しか聞けないんですよね。まあ、その辺のジンクスを今日破れるかどうかなんですけど、そのジンクスどうなったか、はい、はい、後ろ後ろでも多分そのお客さんが、絆、そしてジャグラーあたりから行くんじゃないかと言ってたんで、そうですね、僕は最近、まあ、あんまり人気がない不人気なボーナスプラス ART、 もしくはその再導入とかね、ちょっと前に流行ったので再導入した台の、まあ、ある程度台数がある島から攻めていこうと思いますけれども、ある程度の保険をかけながら、まあ、全体に収支はプラスにちょっと変えろうと思って、皆様の立ち回りに役立つ手本になるような立ち回りを伝えていきます。なんかね、中盤にリプレイ揃ってる台が多いんですよ。バンチは見る、でも弁当揃ってますね。でこっちはスイカが揃ってる。とりあえずこれキープします。前日、天国館で1000ゲームハマってて、かつ前日の最終が579ゲームで、ボーナスは1回だけなんで、まあ、不安ちゃ不安ですけど、打っていいラインには達してると思うんですよね。まあ、ちょっと甘いかもしれない、ちょっと緩いかもしれないですけど、なんで合わせてかだけダメージってないの。さあ、キングパルサー据え置き、まあ、ストック狙いの据え置き、もしくはリセット狙いなんですけど、ここ見てください、残ってるんです。据え置きかなどうしよう。いやでもこれも罠な可能性ありますよ。危ない危ない、そういうのに乗せられちゃいかん。キングパルサー、設定変更するとリセットモードに移行する可能性はあります。リセットモードに移行すると256ゲーム以内の解除が起こりやすい、まあ、僕は 1,2 杯ぐらいで見ますけど、でリセット後は 40% ぐらいで天国、32ゲーム以内の連チャンが確定するモードに行きやすいので 40% で移行するので、まあ、狙い目と。で今度はストック狙い、ハマり台狙いですね。僕の基準としては天国間で1500ゲームハマり できればボーナスを2回天国をスルーして、ボーナスで2回天国をスルーしている、もしくは、512ゲーム以上のハマり台、今挙げた3つのうち2つの条件を満たせればまあ打つ価値があるかなと思ってるんですけど、でこの台前日やめゲーム数が579ゲームなんで、まあ、リセットしていても据え置きでも一応ある程度の条件は満たしてるんですけど、据え置きだった時はね、実はもう1回ぐらいボーナスをね天国スルーしてほしいんですけどね。はい、でこれが今リプレイの入賞が遅れましたね。これが高ストックモード、あとはストック B という、まあ、ストックしやすい、そして天国に行きやすいモードで、
次回ね、次回行きやすいもので発生しやすい。お、いやいやいや違う。おや？いやどうかな。3、メイクの時は3までしないと思うんだけど、あんまり意外と本前兆だったりして、あれこれいる時の流れだぞ。ほら来た第一ブルーリーは、まあ、リプレイはオレンジで、リプレイ揃っても確定じゃないんですけど、前兆の期待がちょっと高まります。でこれで2角です。でまだ告知されてないだけです。本前兆確定です。はい、これでボーナス確定。はい、次ゲーム勝手に揃います。134ゲーム、報酬3000円でビッグボーナス。まあ、1匹でも残るだけマシです。よし、この実戦上ですよ、3ゲーム以内、ボーナス後3ゲーム以内にカエルが出てきたときは天国の期待跳ね上がるんで、ストックのときは6ゲーム目に告知が発生します。ここかいいかな、発生しませんでした。もしやとんでもないタイミングでガセのカエル第二停止いなくなるっての聞いた？マジで？わあ、いやわからんわからんよ。嫌なタイミングで引いたら間違いないけど、いやあれ期待度高いんだけどな。いやあ51に抜けるか、まあまあこれはしょうがないんですけど、おっこの手目出ないんですよ。リーチ目か、今バーから滑ったよね、これ多分リーチ目だと思うな。ほら、うわ美しい、うわ美しい、何これ、これ今おそらく偶然リーチ迷惑というのを引きました。確率は恐ろしく薄いんですけど、うわもう今日これで終わりでいいんじゃないですか。僕もこれの方持って帰りたいぐらいなんですけど、うわもうこれ初代金パル好きな人は分かるでしょう、これがどれぐらい美しいか。あ本当にありがたい。あちょっと写真、これは写真を撮るわ。はい、ありがとうございます。よし、131ゲーム告知ね。さあじゃあ532ゲームさあ赤ビッグです。で、追加トークが発生で、まあ音が変わってるんですよ、普通の赤ならの BGM じゃないんです。でここのウィンナップもついてる。これ何かというと、ストックホースによる1ゲーム連が確定してます。で、まあ現実だと0ゲーム連、0ゲーム国で1ゲーム連、ね、でこれビッグ確定なんです。で、ワンビッグで200枚弱取れるので、まあ、レンジャーでストックが出てきたら次回天国も濃厚になります。なのでこの時点でもあと2連は確約されていいです。今投資1万1000円ですから、投資はほとんど返ってきたも同然。
は、1回の放出で1本か3本放出される可能性がある。なのでこの次、まあ、6ゲーム目に告知されたら2個目のストックが出てくる。そんなにストックしてたかなってとこなんですよね。ストック放出するときはもうこの辺からカエル飛び出してるから、まあ、今回は1個放出なんじゃないかな。あれちょっと天国いるんでしょ。これでいなかったらもうなんて説明していいか分かんないよ。3匹、まあ、まだ天国にいるかも。やっぱいてくれないとちょっと終わります。これもしかしたらオレンジ会場の可能性もあるんですよ。まあでも天国の方は可能性は高いですよね。10ゲーム目赤7分、いいよ。さっきこれガセったんだけどね。いやーいいよ、これはさすがにガセったよ。このパターンは6ゲームコックもあるよ。5ゲーム目、次で告知されたらストック放出の可能性が高いです。ストックか、7ゲーム赤です。まあ、もしかしたらさっき天国から落ちてて偶然オレンジファイトしてる方で天国にあげたっていう可能性も、まあ、ありますね。まあ、さっきのがストックであれば次も天国。6ゲーム目、これがストック2個目だとしたらここ1個か3個なんです、基本が。なので次回もストック連が濃厚になるんですけど、1つ例外があります。それは超天国にいるときだけは2個放出がある。だからストック放出が2個で終わったら超天国が濃厚になる。次むしろストック出てこない方が熱いかもしれない。さあ3個目のストックが出てくるのか。次6ゲーム目出てきましたね。7ゲーム白いい感じでびっくり風が起きてる。さあストック関連しますかよと。はい、20
27ゲームと。はい、1286枚700枚ぐらいプラスですかね。7ゲーム、やけろ。よし、これやっぱ32ゲーム台のカエル3連はね、安心していい。はい、これゲーム、いくら。ダメかはい、まあやめですね、十分出たんで。今現状投資が1万1000なんで、3枚切りは1000枚ぐらいのプラスと。じゃあ2台目探しに行きますか。レギュラーはいいな。まあ、ある程度今日はジャグラーが暑い日なんじゃないかと。一応角がちょっとだけ強い、ちょっとだけですけどね、印象があるんで。角台、アステカの角台打ちます。はい、それでは、まあ、朝一台ではないんですが、84ゲーム回してやめられていたアステカの角台を打っていこうと思います。あれー、エース大したことない。あー、来た。サボテン同時のボーナスですね。いやー、素晴らしいね、この一角と。250ゲームサボテン同時のはい、7ドロイはいけませんでしたが、ボーナス後は必ず合格に移行します。いや、まあここでレアヤコいけるかどうか結構大事。何もいいところないんだよな。逆チリも174分の1。じゃあこっちに移動しよう。さあ、アステカ2台目打っていきましょう。まあ、さっきの台まだ400ゲーム弱しか回ってなかったですけど、もうその時点で弱チリの出現率が一応もう超大幅に下回ってたんです。まあ、あと特定ボーナスもいってないし、サボテンからチャンスもいってないし、まあ、だったら早めにやめておくよな。お、これが強チリです。この形ね、上チリが上段にあるで、こっちの上段が帽子。まあ、中で帽子外れれば上チリです。ねえ、あれだ。ボーナスにも期待できるし、チャンスどこにも期待できる。ねえ、欲しそう
いいなこの出目、はい、179ゲームビッグボス、マスティカボーナス、ナゾロイはならず、さあ、僕はお、これは熱いパターンですよ。強切り。あれ演出弱。よしよし。さあ、うわ。いやー、安い。これは大物だ。これで、カオーバー。あれ演出はちょっとあれだけど、あでも赤もできた、さあこれでチャンスゾーンです。ただまあ強鎮ですからね。おお、魚というバトル、まあ、やっぱ出てくるチャンスゾーンの種類、魚が出るほど偶数の期待が上がると。さあ強チリからはどうなんだろうね。チャンスゾーンが魚の場合はリプレイの気が大事です。はい、はい、ゲージ1個減らしただけでバトル、まあまあな絶望ですよ。はい、これでチャンスの失敗ですね。これがこの島に誰もいない理由の1個です。ブリゲーっていう、いやブリゲーじゃないんだ、あれもらえる、チャンスを生かせないと本当きついんですよね。さあ、いやそこだ、すごいパターン、さあボーナスいるかもよ。これ帽子が外れたらリーチ目です。カダラスは終わりだ。千里敵十分を突破、今だ。ARD に
ティカラッシュ。はい、ただセットレンの可能性が一応あります。ほんとにした。で、このセットレン、セットレンがね、実戦上、まあ、高設定で起こるんじゃないかと言われてるんですけど、まだ確証はありません。よし、両チリは上乗せ確定ですよ。20ゲーム上乗せね。歌が変わったら2セット継続確定なんですよ。あれ3セット目こんなにセット数って出てくるかな。さあここで終わるかな。終わりましたね。まあやめかな、これも。コインがあるうちにね、移動先を考えた方がいいわけですよ。花火にしとくかな。いや、まだ可能性あるよ。さあ、それでは角台の花火、まあ、まだ可能性があるんじゃないか、まあ、総回転で2200円もあってビッグ8、レギュラー4、まあ、子役を数えたかどうかだよ、名前の人。反対側の台は明らかにもう数えてて高設定規模なんですよね。こぼしてないですよ。珍しいな。ただドンちゃんが上にいるってことは負けは分からなか。イエーイ、得した、ありがたい。はい、441ゲーム、打ち始めていると70ゲームぐらいで、ビッグを引きました。こっちのハズレはないか。わー、熱い。わ大好き、大好きです、大好きです、この出目。あー、でもドンちゃんじゃない。いやでも本当いいよな、これかっこいい。まあそうなるよね。はい、52ゲーム、レギュラー。右が異常な滑りしてたんですよ。あれ、この時中断。あ、でもこっちの風鈴か。まあまあ、ちょっとバーを蹴ってる。わざわざ蹴ったんでしょ。あらば、ドンピック。146ゲーム。はい、今だいたいね、300ゲーム消化して風鈴が14回。ダメダメです。
さあといったわけでここで実戦終了の時間が来てしまいました。まあ花火でね、2回結構行くことができて、まあ、これらでプラスと、まあ、ひとまずプラス収支なら間違いないですけども、じゃあどれぐらいプラスだったのか早速流してみましょう。はい、というわけで、キンパル、アステカ2台、そして花火と打って1336枚獲得、十分なプラスです。さあライター X マロハン加古川店さんでの実戦が終了いたしました。朝ね、キンパル打って、酔い越し狙い、酔い越しのストック狙いですね、まあ、リセットも視野に入れてたんですが据え置きで、まあ、その間でうまくリーチメリプレイをすることができたおかげで、あれ何連したんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11連、1500枚獲得し、その後ね、まあ、ちょっと他の島行きたかったんですけど、他のいろんなねバラエティとか、まあ、ちょっと当たりがどっかわからない で、まあ、各島にもし1台当たりがあるんだとしたらそれがもう抑えられてる状態なんですね。なので、まあ、現状前代その時空き台だったアステカ、まあ、ここにももしかしたら1台ぐらい何かあるかもしれない、かつ下が甘いという低設定でも機械割りが甘いという理由で2台打ちましたが、まあ、手応えなし。ただそれだそんなにコインを減らすことなく、最後は花火、まあ、角台ね、これも他の島を見て、まあ、角台通路側の角台はそこそこ、まあ、悪くない感じの台が多かったのでそれを狙ってみたんですが、これもまあちょっとないかな、奇数、まあ、子役のオチが悪かったので、まあ、おそらく1じゃないかなと思います。ただ後ろの花火はおそらくまあ一番上じゃないかなと。でこの4台を打ったところで、投資が550枚、回収が1336枚なのでプラス786枚と、まあ、無事無事関西編のライター X 戦も高い勝率を持ったまま終わることができた。朝一のその入場の番号があまりに悪かった、これも関西では同じなんですけど、それでもプラスにすることができたのは、まあ、やはり踊らされなかった、まあ、自分が知ってる台、よく知ってる台、あとはもう下が甘い台、まあ、こういうところで攻めていってプラスを逃すことなくキープして実戦を終えたっていうのが、まあ、今日良かったところかな、まあ、こういう立ち回りもあるんだぞという、まあ、一個のお手本としてどうか皆さん参考にしていただけたらなと思います。それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。フリーマガジンジャンバリ関東版が創刊されました。皆さんもご覧になっていただけましたか。ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する楽しめる情報をこれからも発信していきます。ぜひお近くのホールでゲットしちゃってくださいね。